慶応義塾大学経済学部の英語 Take stock of ですね。これは無理じゃない、知らないでしょ、知らんでしょ、普通に考えて。私が言ったやつですよ、答え載ってたよ。あら探しをするつもりはないけど、この前の言い方ちょっと田中さんに失礼だった気がするのですけど、これがヨゼミと河合で回答が分かれているものです。さあ、で始まりました、もちつチャンネルです。さあ、今回はですね、慶応義塾大学経済学部の英語やっていきたいと思います。はい、公表していきます。今年の問題はあとね、読みやすいけれども設問のレベルが上がってるっていう感じですかね。どうだったでしょうか。やった人多分ね、今までだったら1問ミスとか、まあ満点も狙えちゃうような年が多いねみたいな話できたと思うんです。今年は無理ですよね、この長文。なかなか厄介なものになっていたかなと思いますね。で、和文訳も難しい。で、苦戦した人が相当多いですね。書けなかった人多いと思いますね。まあ、自由英作文はいつもの通り、まあ本文中から引用しなきゃいけないんで、まあ、その点では書きやすいんですけど、ね、文章も読みやすかったんで。Should the Japanese government encourage citizens to adopt a minimalist lifestyle? Why or why not? ということで、はい、ミニマリストのライフスタイル、日本政府が一般の人たちに。ミニマリストライフスタイルすべきか。で、次は、Should the Japanese government encourage citizens to reduce fashion waste? Why or why not? ファッションウェイストね。これ、河合の一番上の授業では話したんですけどね。ちょっと早慶クラスでは話してないね。アメリカとかね、ほんと1回とか2回しか着ないで捨てちゃうものがすごく多い。あと、ジーンズを1本作るのにめちゃくちゃ水が必要であるとか。服とかを作るのってめちゃめちゃ環境に悪いんだよっていうので、ちょっとそこで話してた、あのこう世界に飛んでる全ての飛行機が環境に与える影響よりも全然服の方が環境に悪いんだよっていう話もしたんですけど、それも書いてあった。で、まあこっちの方が賛成とかは選びやすいけど、自分の意見と異なる見解に言及しなきゃいけないんで、その辺がうまくできるかが難しいんじゃないかな。最初のミニマリズムの話ですね。マリエ・コンドーって出てきますからね。コンドーマリエさん、すごい人気ですからね、アメリカでもね。最初は1に入るのも、これは簡単だと思いますね。Guide them to make decisions about で、後ろが their possessions ですね。持ってるものに対してどうするかっていうのをね、考えるんで、まあこれはできた人が多いんじゃないかなと思いますね。続いてこれ大変ですね。5つあって、そのうち3つの本文中の空所に入れるという問題ですね。だから最初の問題、この take stock of ですね。これは無理じゃない。知らないでしょ。じっくり検討するとかってやつですね。で、検討するっていう意味で載ってない辞書とかもあるし、まあ無茶かなって思った。その後ろの2つはできてほしいかな。give up their giant homes とかね。そうそう、家買うの諦めるとかね。eliminate the need ね。もう車いらないみたいにね。5番は文脈できるので簡単ですね。後ろに however ついてるんで、逆のことが書いてあるので、その前にいるので seem absolutely insignificant を選べる。その次がパラグラフ6のメインアイディア。あ、そうですね。consuming less、 消費を下げた方がいいんだよお金にっていう話だったんで、これはまあ分かりやすいかな、その段落の内容なんで。で、7は文法でいきますよね。 were the rich to go without っていうのは、これ仮定法なんで、ね、主説の方に仮定法の帰結説来てるんで、文法でいける問題ですね、意味が分からなくても。8番が they want to focus on what impacts our money might have、 まあこれもいけるでしょう。前に however があったりとか、 instead とか直前にあったりとか、まあ非常に分かりやすいものかな。で、最後は文法、空欄の後ろに achieve っていうのがあって、その achieve の目的語ないんで、だから名詞になるものが入んなきゃいけないんで、それの時点で whatever か whichever しかないんで、で whichever だったら選択肢がある状況になっちゃうんで、おかしいのっていうので、だから文脈はあんま使わないでも文法で選べる。ちょっとでイディオム問題が無茶かなという印象ですね。では、大問に行ってみますね。まあ、ミニマリストでね、物少なくして抑える生活っていうのがいいものだっていうのが一つ目の文章。で、二つ目の文章っていうのは、いつも逆になるので、必ず、大問には。なんで、それが良くないってことですね。ミニマリスト、消費を抑えることは良くないんだよっていうので、お、これは面白そうな話だなと思って読みましたね。最初の問題ね、これ、文法だよね。cult-like ideology って言ってるからね、すごい。カルトみたいなイデオロギーだっつってるわけですよ。このミニマリズムっていうのは。選択肢見て、that constitutes on、オンがいらないでしょ。 The stresses のオンもいらないですね。何なんだろうこのオンって思ったけど、 constitute よく出ますからね。形を受ける方知っといてくださいね。構成するとかなんとかであるみたいなですね。後ろに名詞を置いて保護と言いますかね、 SVC になれるからね。辞書にも多分載ってると思うんですけど、で次が with the intent to、 まあ with intent to do だったらあるけど、今回後ろ restricting ing だからおかしい。だから with the aim of が正解。で次、並べ替え問題、 might well have to destroy ですね。まあこれは might well、 may well 聞いたことある人多いと思うので、できたかなと思います。次の12番ですね。これがヨゼミと河合で回答が分かれているものですね。まあ自分は2を選びました。
Long distance trail is not necessarily bad for the environment. 自分たちのその地元だけで作るようになるという、だから2なんじゃないかなと思ったけど、ヨゼミは3を選んでますね。13番、はい。段落に出てきてないのは environmentalism ですね。environmentalism 自体はパッセージの中で触れられてると思いますが、この段落では出てない。で、14番、あ、これ上のクラスだけで教えるやつですね。read A of B ですね。この形です。奪う系のやつですね。deprive とか、rob とか、あれと同じ形取れますから、read もね。これは総系のクラスでやってると思う。で、次がまたイディオムですね。まあ、これは自分知ってたから解けるけど、知らんでしょ、普通に考えて。なんかミニマリストとかって言ってるやつらがすげえ高いものをさ、売りつけちゃっててっていう話だから、make a killing ですね。ボロ儲けするみたいなね。break the bank! なんかもう破産させちゃうみたいな、なんか胴元を潰すみたいなやつだよね。賭け事の、賭け事の胴元を潰す。この動画が出てる時には言わない方がいいわな。take a hit! 避難を受けるか。16番が、あ、これ簡単ですね、2番。to limited only to the wealthy in the developedと感じる。これ wealthy ですかね。これ wealthy って発音してる人すごく多いので気をつけてください。間違えないでね。これ発音問題出たら間違える人すごく多い。このミニマリストになるとかっていうのはお金持ちの人たちができるだけで、お金持ってない人はそんなことできないでしょっていう、ね。はい、で次が強く読まれるのはどれか。It's not because of some selfish idea のところで、it is it は代名詞弱い、is は be 動詞弱い、not は否定語強いですね。because of は前置詞機能語ですから弱く読まれます。some は弱く読まれます。はい、ということで。ノットが強く読まれる。弱音がこんなにたくさん並ぶ。面白い問題って思った。で、次が、最初の著者が賛同すること、二人目の著者が賛同すること、両方が賛同を、両方賛同しないってやつですので、これは先読んどいた方がいいですからね。で、一個目、government policies to reduce consumption should be implemented ですね。あ、implement ね。はい、実行する。これはもう完全に一個目の人が言ってたんで、賛同してる方ですね。ミニマリズムの方に。で、次が、minimalism impacts the rich unfairly は、これは4です。引っかかんないでくださいですね。この poor unfairly だったらね、2個目のやつにがっつり書いてありましたけど、rich に不公平に影響するとは書いてないでしょ。まあ嫌な引っ掛けだなと思ったけど。で、次が calculating the environmental costs and the benefits of minimalism is essential。 これは両方完全に出ていましたから。続いてアクセントですね。はい、この中で違うのはどれかってやつね。 deplorable だけ後ろです。あとは、まあ、able がくっついて、まあ、アクセントって変わんないんで、the deplore 嘆くのやつと同じアクセントになりますね。で、次はアクセントパターンが左右同じなのはどれですね。deliver と delivery です。でも思いっきりさ、2と3なんか両方とも ion でしょ。 ion なんてアクセント移動の王様ですよ。だってほら、imitate ate の2個前の母音にアクセントでしょ。 ion の1個前の母音にアクセントっていうね。で、4番は名詞は前で動詞は後ろってやつですね。 record record ってね。で、三つ目の長文がファッションウェイストですね。まあ、ファッションウェイストっていうのは本当にね、言われる。まあ、自分自身もこれ何年もずっと着てる。7年ぐらい着てるかもしれないですけど。みんなね、簡単に捨てちゃいますから、いろんなもの。最初が三つ入れるやつ。そう、これね、最近出るようになったよね、入試ね。最初が The growth in production has been absurd。バカげてるってやつです。The production が前に出てきてるからわかる。だから2。だから1ですよ、問題は。Nor is the pace set to drop。最近さ、この Nor ってさ、前に否定語がなくても出てくるようになったんで、入試問題でも。そう、別にね、なくても出てくるんですよ、結構。ペースが落ちないみたいな感じなんですけど、まあ、ペースが書いてあるからっていうので選べます。あ、でさ、ここの文にさ、2014 alone ってさ、2014年だけでもって、これ後に出てくる答え載ってるよね。この名詞の後ろに alone ってもう絶対覚えとけって授業で言って、出てくるたびに言ってたよね。まあ、それぐらい重要なんですよ、こいつ。ちゃんと出たじゃない、今年も。言った通りでしょ、出るって。3の what follows is not hard to guess。これ、ね、予測するの簡単だよ、この後起こることっていうのは、これは一番入れやすかった、ね。めちゃめちゃ消費してるから、服とか。それによって環境にめっちゃ悪いと。で、2番、はい、計算です。 USA からどれだけ出てますかっていうのを、92 million の中の9 million なんで、ってことは約 10% ってわかります。すげえ多いよね。アメリカ人ってそう、服1回しか着ないとかすごく多い。27番は簡単です。but it is not。 これはまあ、but で来るだろうなっていうのもわかるし、B 動詞も前にいるし、うん、絶対否定に来るっていうのはすぐにわかる。28はまたイディオム問題ですね。難しい。この make for を知らないと無理なんで、生み出すって意味ですね。make for a heavy carbon footprint。 これはまあ知らなかったら無理かな。で、29が technology alone ですね。はい。テクノロジーだけでっていう風に気づかないといけません。これが、そう、先ほどの私が言ったやつですよ。答え載ってたよ。で、30が rejected ですね。これはもう文脈で分かんないといけない。ファッションに税金かけようって言ってたんだけど、結局その案はダメだったっていう。
ですね。で、次の all too easily said to be。 まあ別にこれ知ってる人はないですね。なんか表現として知ってなきゃいけないのかなって思ってる人もいるかもしれないですけど、そんなの関係ないです。そうじゃなくて、アフリカに服をね、このもう着なくなった服とかって送ればいいんじゃないのって思ってる人たちいっぱいいるけど、いやいや、それじゃダメでしょっていう話ですもんね。アフリカに送ったってサイズが全然合ってないとか、そのね、地域にね、合ってない服が送られたりとか、そもそも服を自分たちで作っていかなきゃいけないはずなのに、そこの地域でどんどん届いちゃったら、いろんな国から、ね、その産業が発展しないでしょ、そこは。とかっていう話でしょ。で、次が指してるもので、あ、そうですね、ポリエステルのその作ってるもののコスト。で、次がアグリーかディスアグリーか、これはさっきの著者のやつよりは簡単だったかな。Increasing consumer education about sustainable fashion practices is sufficient to reduce fashion waste。 そんなわけないですね。だって、いろんなことやんなきゃいけないって書いてるわけですからね。こうしなきゃ、あしなきゃみたいなの載ってたでしょ。で、次、taxing on sustainable clothing production is one remedy。 あ、レメディ解決策ね。ソリューションね。to reduce waste。 これはさっきのところにありましたね。さっきのイギリスでは通らなかったけど。で、次は both natural materials and synthetic materials are damaging to the environment。 あ、これ両方書いてありました。まあね、リサイクルをちゃんとすることみたいなのがね、書かれてます。和文英訳ですね。はい。小学校の教員 R と D がある生徒が起こしたトラブルについて話している。あるトラブルの内容がさ、しかも書かれてないんだよね。だから変な問題と思った。嵐探しをするつもりはないけど、この前の言い方ちょっと田中さんに失礼だった気がするのですけど、やっぱここはむずいと思いますね。嵐探しってどうやって出すか。受験の範囲であれば Find Fault With を習ってると思うので、それを出せた人はいるかもしれない。まあ、可愛いだったら Criticize にしてますね。でもああいう時はっきり言わなければ親たちは事の重大さに気がつかないわ。いくら重大だとしても親に全ての責任を負わせるのは行き過ぎではないでしょうか。一般的にあのものを遊び道具として学校に持ち込ませるのは親の不注意だと思う。何を持ち込んだんだ。ナイフとかですか。何なんですか。これがさ、述べられてないから全く分かんないんだよね。で、だからこの田中さんっていうのが生徒じゃないですかね。親ですからね。生徒の親とか、その辺のことも気がつかないと、そう、状況をきちんと思い浮かべられないと解けない和文訳になってますので、気をつけてください。ヨゼミの方見ましょうか、じゃあ。I'm not trying to find a fault with you, but I think the way you spoke to Mr. Tanaka was a bit rude. 河合の方は Mrs. になってますね。まあ、女性か男性か分かんないので。Well, I think you have to be clear and direct in such a situation, or else さもないとね。The parents won't understand the seriousness of what happened. 何が起こったんだ。No matter how serious the situation is, you can't put all the blame on the parents, can you? Parents だけには責められないでしょ。Still, それでもやはり。For a student to bring such an item to school for fun is a reflection of the parents' carelessness. 何があったのか分かんないですね。何を持ってきたんだろうね。はい、という感じです。和文訳のレベルも高かったし、説問、長文の説問ですね、のレベルが上がったなという印象でした。はい、皆さんどう思われましたか？受けた方お疲れ様でした。まあ、いろいろと、これ背景知識のものとしても役立ちますから、ぜひですね。これからの入試備えて読んでおくのもいいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.